東京の町田市と横浜市緑区にすっぽりと囲まれた川崎市の飛び地多摩区岡上。ここには古い歴史を物語る資料や文化財も少なくありません。こうした岡上をより多くの市民に知ってもらい親しんでもらおうと、先頃川崎市では岡上を歩く会を催しました。岡上の自然を満喫しながら、新しい顔である営農団地の見学と旧家や神社仏閣を訪ねる3時間余りのコースです。武士の供養塔、室町時代の板碑、東光院には平安時代の仏像があって、岡上の古い歴史を無言のうちに語りかけてきます。秋の一日、岡上を歩いてみませんか。